漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀之さんです。よろしくお願いします。さて荻先生、はい、今日はどんなテーマでしょう。はい、今日はですね、便秘と肌トラブルについてということでちょっとお話しさせていただきたいと思いますね。はい、今回は便秘も肌トラブルもこう女性に限らずなんですけどね、たくさんの人が抱えている悩みですよね。はい、そうですね。これ、はい、なんとなくですよ、こう便秘っていうとこう一般的にこうあの出るものがこう出ないっていうイメージにそういうふうになるとは思うんですけれども、はい、これ実際はどうなんですか。はい、まずあのこの便秘っていうのはですね、どういうふうなものかといいますと、まずあの定期的にはですね、この自然なその排便のこのリズム、これがですね、まあ乱れてしまうことによってこう便がですね長時間腸内にまああの留まってしまって不快な症状になってくる状態のことをまあ便秘というふうに言うわけなんですね。はい、でこの便秘なんですけども、あのちょっと注意しなきゃいけない部分があってですね、まあ、個人差があるということをまあ前提に考えていかないといけないですね。ほう、っていうのは毎日1日に1回排便しないと、はい、便秘だよではないんです。2日に1回でもその人にとってはそれがまあ定期的なその人にとっての排便パターンであれば便秘ではないんですよね。そういう人それぞれ違うってことですか。違うんです。なるほど、はい、そうなんですね。はい、では便秘の方の主な自覚症状を教えてください。はい、はい、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけども、まずあのよく言われるのはやはり、まあ、排便回数が少ないですと、はい、でまた、水分の少ないですね、コロコロとしたその硬い便ですよね、まあ、うさぎの糞のようななんていうふうな表現もされる方いらっしゃいますけども、であと排便困難、うまく出せない、で力んでも出ない、まあ、そういうふうな方で、あと残便感やですね、腹部の張り、はい、であとガスが出る、まあ、おながら出ると、まあ、そういうふうな自覚症状がこの便秘の方に見られる症状として多いんですね。なるほど、はい、先生ね、はい、これ今日のテーマはその便秘と肌トラブルってあるじゃないですか。はいはい、まあ便秘はまあ腸内のことですよね。はいはい、で肌は皮膚じゃないですか。はい、これ場所が全然違うんですけれども、はい、何の関係があるんですか。そうなんですね。ちょっとですね、こちらも表にしたものがありますんで、はい、ご覧いただきたいんですけども、まずあの便秘が続きますとですね、まあ、腸内に毒素が発生するわけなんですね。で腸内のですね、この毛細血管からこの毒素、これが血液中に、まあ、溶け込んでくるんですね。はい、それでこの毒素がですね、皮膚から排出されるんです。はい、でそうしますと皮膚にですね、炎症ができやすくなるという、まあ、こういうふうなこう関連性があるんですね。なるほど、はい、皮膚に、毒素が出てきて炎症が起こってっていうのがいわゆる肌トラブルっていうこと。そうなんですね。はい、具体的にはどんなものがあるんですか。はいはい、ちょっとですね、こちらをご覧いただきたいんですが、やはりこの便秘が原因でとなりますとですね、やはりニキビ、あと肌荒れ、吹き出物、シミ、こういうふうな肌疾患なんですね。はあ、はい、なるほど。はい、今日はあの便秘と肌トラブルに関する症例と改善例紹介していただきます。お願いします。はい、了解しました。まずあのこちらがですね、まあ、便秘の方の、まあ便秘とニキビの方の、まあ、症例になるわけなんですが、はい、まずあの症状としましては、この方あのコロコロした硬い便ですね、1週間以上出ないこともあると。はい、1週間ですか。1週間出ないんですね。はい、で、あのお腹が張ってそのすっきりしないということ、あとニキビに関しましてはですね、この便秘が10日間以上続くとですね、このニキビがひどくなるということを言われたんですね。で、頬と顎の部分にであのニキビができるんですと。で、体質的な部分としましては、その生理痛がひどかったり、頭痛持ちであったり、であの服用されていたお薬としましては、その便秘薬、ビタミン剤、あとニキビ用の塗り薬というのを、まあ常用していたという方の症例なんですね。なるほど、はい、おすすめの漢方は何でしょうか。でこちらの方にはですね、当角上気湯というお薬をまず服用していただいたんですね。これは何ですか。はい、これはですね、はい、まあ、女性に、よく使われる処方の一つなんですが、はあ、あの便秘の方でですね、まあ、女性の方でという方によく使われる処方の、便秘のお薬の一つなんですね。なるほど、なるほど。で、あとこの方にはですね、この抑異人も併用していただいたんですね。抑異人とは何でしょう。はい、この抑異人はですね、あのハトムギのですね、皮をこう剥いた中の白い部分を抑異人と言いまして、この肌の炎症を抑えていく作用には非常にいいというものなんですね。なるほど、はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、
まず1ヶ月経った時点ではですね、まず飲み始めてからですね、便秘は改善されてきたんですね、うん、であと言われていたのがですね、肩こりなんです。少し楽になってきたということをおっしゃられてました、うんうんうん、で3ヶ月経過した時点ではですね、このニキビと生理痛もですね、少し改善されたということをお話しされてましたし、うん、5ヶ月経った時点ではですね、あの頬のこのニキビ、これが落ち着いてあまり出なくなってきたんですね、うんうんうん、であと頭痛もですね、起きにくくなってきたと、うん、はい、で9ヶ月経った時点ではですね、便秘をはじめこのニキビ、生理痛、肩こり、頭痛、悩んでいた症状がすべて改善されたという方の症例なんですね、うん、はい、ではもう一つ症例を紹介していただきます。はい、でこちらの方はですね、2年ぐらい前からこのニキビでお悩みの方の症例なんですね、はい、で自覚症状はといいますとですね、まずその顔で口の周り、背中、この部分にこのニキビができると、うんうん、で特徴的な部分がこの赤くですね、腫れてこの海を持つようなこのニキビなんですと、はい、痛いやつですね、はい、であと肩が凝ってですね、あと頭痛を起こしやすい、うん、であとこの方もですね、便秘がひどくてですね、 4,5 日に1回のその排便ですと、うんうん、うさぎの糞のようでそのガスがよく出ると、うんうん、お腹が張って苦しいということをおっしゃったんですね、うん、であと便秘が続きますとですね、この肌荒れとアトピーがひどくなるということもおっしゃってました、はい、であと体質的にはアトピー性皮膚炎の体質でいらっしゃって、うん、あと常用されたお薬としましてはニキビ用の、まあ、洗顔料、ビタミン剤を、うん、常用されてたんですね。なるほど、はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね、清浄防風湯というお薬を服用していただきました。これはですね、まずその勢いのあるニキビの処方としてですね、使われるですよね、うんうんうん、赤くこう海を持ったり、まあ、比較的その若い方によく使われる処方です。なるほど、はい、であとこの方にはですね、まあ、便秘ということで、うん、腸胃蒸気湯というお薬、はい、こちらは、はい、こちらはですね、まあ、便秘の方に便秘の方によく使われる処方の、うん、一つなんですね。なるほど、はい、どういった改善されたんでしょうか。はい、まずは飲み始めてですね、便秘はすぐにこう改善されてきたんです、この方も、うんうん、で1ヶ月半経った時点ではですね、まずお腹が常にこうすっきりしてですね、体が軽く感じるぐらいまでになったんですね。はい、で3ヶ月経過した時点では頭痛も起きずにこのアトピーも改善されたと、はい、うんうん、でニキビはですね、以前ほどのないがまだできるということもおっしゃってました。うんうんうん、で6ヶ月経った時点ではですね、このニキビがこう赤く腫れる、まあ、そういうふうなことがなくなったんですよね。はい、で8ヶ月経過した時点ではですね、顔のニキビも改善されてですね、背中のニキビも改善されて落ち着いていますと、うんうんうん、で11ヶ月経った時点ではですね、その他の症状、これも調子いいという、まあ、そういうふうな方の症例なんですね。なるほど、はい、まあそのね、便秘と皮膚でつながってないように思えて、はい、まあ、いろんな部分がつながってるんですね。そうなんですね、はい、勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。そしてコーナーの最後には一心堂おすすめ商品を紹介していただきます。今日は何ですか。はい、今週はですね、こちらのですね、美肌茶をご紹介させていただきます。美肌茶、はい、まあ
今週はまあ肌のテーマでございましたんで、はい、肌のお悩みの方はですね、このようなピンク色したこう綺麗なハーブティーなんですね。美味しいですからね。はい、まあぜひ肌気になる方はこの美肌茶ぜひお試しになっていただければということでご紹介させていただきました。はい、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。この時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話を伺いました。